はい。皆さん、こんにちは。ワンダリングリビジです。では、今回は、提督の決断法、パープリート PS 版、続きをやっていきたいと思います。少し時間を進めて、艦隊の再編を行っているんですが、攻撃とかは特に行っていないので、今、スペイン沖に艦隊が集結しているという状態です。で、残されたイギリス軍の重要拠点2つ、ドーバー海峡とマダガスカルあるんですが、今回はドーバー海峡を攻略しに行きたいと思います。で、ここにスパイを送り込んでいて、イギリス軍の艦隊4個艦隊が入っているということです。味方の方の艦隊の編成を、おさらいしておきましょう。ここにはですね、今4個艦隊入っているんですけども、今回、ドーバ海峡に出撃していく艦隊は、まずこちらの第3艦隊、ここに戦艦2になってます。戦艦2というのは、甲斐大和型。これを2隻。で、第4艦隊、これ空母4になってますが、7型の空母。搭載機数100機前後の7型の空母4隻です。で、第5艦隊空母4になってますが、これも7型の空母、4隻体制。軽空母等々は、こちらの第6艦隊の方に一旦移しています。で、まあ、7型の空母ってなんだよっていうね、初めて見られた方とか思うと思うんですけども、まあ、ツイッターとかの方をご覧いただければなと思います。で、空母にはそれぞれ虹の戦闘機の2、虹の戦闘機、虹の攻撃機、爆撃機2をそれぞれ置いています。まあ、虹もなんだよって思われると思うんですけども、ちょっとそちらの方もね、ツイッターの方をご覧いただければと思います。艦隊戦の中で余裕があれば説明していきたいと思います。では、早速艦隊を動かしていきましょう。ドーバー海峡にこちら第3艦隊、第4艦隊、そして第5艦隊を投入していきます。内政とか一通りやってあります。第2波、第3波という攻撃がちょっと難しいので、できれば今回で決め切りたいなというところですが、まずはドイツ軍がアイルランドに侵攻。ただ、強いね。イギリス軍の艦隊。これ、第8、第10、第16って入ってますけど、これ、特に第10、第16は戦艦の数がえげつないですね。できれば戦いたくない。まあ、ただ、アイルランド沖にいてくれるということは、ドーバー海峡には、これらの強力な艦隊は少なくともいないということになるので、まあ、これを機に、一気に敵の艦隊を叩いていきましょう。まず、第3艦隊が、もう、敵の飛行場の位置割れてますね。マップの一番上。侵入と同時に砲撃を開始できる位置ですね。で、空母艦隊の方は後方から入っていきます。で、時間は夜明けとともに、日の出とともに、航空機を一気に飛ばしていきましょう。ドーバー海峡を1回で攻撃終わらせないと、第2波、第3波を出す余裕が現状ないと。雨が降ってたら嫌だけど、降ってはないね。OK だ。まずは、時間の進みを普通に戻しましょう。でだ。第3艦隊なんですが、これ敵艦隊に突入する？ちょっと危険だよね。第4艦隊は敵基地攻撃。第5艦隊も敵基地攻撃。1回で終わらせたいですね。航空隊の攻撃1回で敵基地攻撃が終われば別と。艦隊の方は、打撃艦隊、第3艦隊を敵艦隊に突入します。早いな。もう戦艦がダメージ受けてるね。まあ、大和型の戦艦がもうこの際、まあ、戦艦がある意味おとりですよね。何？宇垣さんが戦死か。痛いな。宇垣さんの戦死は痛いな。
中将クラスが戦死するとなるとちょっと痛いですね。ちなみに敵基地攻撃は早いね、本当に早い、ありがたい。そうすると航空隊の攻撃目標を敵艦隊へと向けられそうですね。次の攻撃隊の準備が整ったタイミングで。戦艦が沈没、海大和型ですね。イオンも沈められそうだな、まあ、戦艦を犠牲に敵の艦隊を、そしてドーバー海峡を取ると考えればまあ安いもんだと割り切りましょう。航空隊の攻撃がまだできないですね。了解。了解。戦艦沈没。味方艦隊。これで第三艦隊に入っていた戦艦2隻がやられた形です。まあ、ただこのまま敵艦隊を引きつけておかなきゃいけないので、本当に酷な任務だよね。第3艦隊は巡洋艦沈没、航空隊着艦。第4艦隊から、あるいは第5艦隊から航空隊が出れる。第5艦隊から航空機飛ばしましょう。敵の第1飛行場を目標にします。で、第4艦隊が攻撃隊発艦できるようになったら、敵空母攻撃に移りましょう。航空隊着艦。よし、これで敵の艦隊を潰しに行きます。画面手前が敵の艦隊、画面奥から迫ってきているのが味方の打撃艦隊、第3艦隊ですね。さあ航空隊が出ています。第5艦隊から航空隊、第4艦隊からも、ね、航空隊出ると思います。雨が降る前に空撃を1回終わらせたいな。さあ敵基地の破壊が終わりましたね。よし、これで残された敵の飛行場は一つ、敵の艦隊ですね、潰さなきゃいけないのは。さあ味方の航空隊が敵艦隊に殺到中。どうしても今ね、爆撃機の方が多くて、雷撃機、つまり魚雷を持った攻撃機が数としては少ないので、敵艦隊を叩くっていう意味ではね、少し効率が悪いかなというふうには思います。雨が降ってきたな。そしたら、まあ、第5艦隊第4艦隊ともに現状の位置を維持しましょう。
雨が降ってるうちに敵艦隊と遭遇するのは危険なので、第3艦隊だけ突っ込んでいきます。敵の空母を仕留めたいよな。雨降ってるよね。ちょっと画面が荒々で見づらくなってますが、雨は降っている。まだ全天候型の航空機開発できてないので、雨が降るともう一旦空母要する艦隊が事実上使い物にならなくなるというところですね。敵空母ルーラーがいるな。ルーラーを、航空隊出れるのか。出れないよね、雨降ってるもんね。第4艦隊の方向に敵艦隊が迫ってるね。一旦退避させましょう。了解。味方艦隊より入電。まあ、第4艦隊はね、一応従順もそれなりの数配置しているので、敵艦隊の砲撃戦もこなせるといえばこなせるんですが、それにしたって戦いたくないですからね。味方艦隊より入電。いや、第3艦隊よくやってるよ。ほぼ壊滅させたね、敵の艦隊は。この第11艦隊、第12艦隊はほぼ壊滅させている。第3艦隊はこのまま敵の第11、第12両艦隊の攻撃に向かいましょう。で、第4艦隊は敵の上側にいる部隊の攻撃に当たります。もう雨は止んでいるので、出せるという状態ですね。了解。了解。了解。いや、第3艦隊が本当によくやってくれた。戦艦を失ってますけど。指定地点に到着。よし、敵の第11艦隊壊滅させましたね。さあ、空母からこちらの、これは第1艦隊ですね。イギリス軍第1艦隊に対して空母から攻撃隊が発艦してます。第3艦隊はもうすごいダメージ出ましたけど、第4、第5、両空母艦隊がノーダメージで、来ているというのが大きい。いやー、ノーダメージではないね。撤退させましょう。正規空母。運閣。これは撤退。
まあでも沈没艦がないだけまだマシですよね。第4艦隊もちょっと南へ下がって敵艦との距離を取りましょう。運閣が沈められた。ちょっと第4艦隊の様子確認する。敵の航空機にやられたのかな。航空機飛んでますね、敵の航空機も。空母1隻が失った形か。そしたら夜の間に敵の第1艦隊に第3艦隊を近づけましょう。ちょっとダメージが出てる心配な第3艦隊ですが、で夜のうちに同じく敵の航空基地の方に空母艦隊を移動させます。夜明けと同時に航空隊を発艦させて敵基地を破壊します。さあ第3艦隊傷ついてますが、第3艦隊が敵の艦隊の側面から攻撃が仕掛けられそうな状態になってますね。第4艦隊から空母がもう一隻ダメージ出てるな。中半になってますね。撤退させましょう。ここは空母を温存したい。海峡なんで狭い分やっぱり敵艦隊との遭遇、しかも夜に空母が遭遇するっていうのだけは避けたいんですが、それも難しいですよね。しかも敵は夜間の爆撃機が飛んでいるな。数は少なそうですが、空母大破。そうだよね、一方的にやられるもんね。味方艦隊より入電。じゃあちょっと夜の間は時間を早めていっちゃいましょうか。敵の夜間攻撃機、爆撃機から一方的に殴られるだけですからね、夜の間は。城島大佐も戦士か。ちょっと今回のドーバー海峡の戦いで宇垣中将に続いて左官クラスまで死傷者が出てるな。第4艦隊が指定地点に到着。敵第一艦隊と相当の接近戦になってるけど、これで敵艦隊に大ダメージを与えて、まあ、味方にもねもちろん損害は出ると思うんですが、これで御の字だね。さあ夜明けとともに
爆撃機を飛ばして決めに行きます。第4艦隊の空母、傷ついてるものは撤退。さあ日の出だ。夜明けと同時に航空隊を敵基地へ向かわせましょう。巡洋艦沈没。了解。偵察機も一応飛ばす。了解。了解。敵航空機に発見された模様。航空隊発艦。航空隊発艦。まずは偵察機出ましたね。航空隊発艦。さらに攻撃機も爆撃機かな、出てますね。すでに敵艦隊はもうすでにこの海域にはいないので偵察機出してますけどね。となればあとはこの基地を破壊できれば終わりです。航空隊着艦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 。ドーバー海峡を取ればあとはマダガスカルだけになりますからね。偵察機飛ばしてもいいんだけど敵いなそうなんだよね。航空隊着艦。いるのかな、まだこの海域に。航空隊発艦。航空隊発艦。もうここは爆撃機の数を多く増やしていたので敵基地攻撃は効率がいいですね、やっぱり。さて敵基地の破壊が終わりますね。よし、ドーバー海峡を取りました。さあ損害を確認していきましょう。宇垣さんの戦死は痛すぎるけど、まずは第三艦隊から、海大和型の戦艦2隻、さらに従順が同6隻沈められてますね。第3艦隊の被害です。で、第4艦隊の方からは7型の正規空母1隻、あとは従順ですね、従巡洋艦1隻沈められています。一方イギリス軍の方は、1、11、12の3個艦隊プラス飛行場3つを完全破壊という状態になっています。井上さんの獲得功績すごいね。まあ、宇垣さんが死んでしまったというのはあまりにも痛いですが、それにしても今回みんな活躍してるね。
さあ、ドーバー海峡を取って残されたイギリス軍の拠点、マダガスカル島攻略、これを行う準備ができそうですね。では、今回は、まあ、キリがいいので、ここまでにさせていただいてですね、次回は、このアラビア海から、マダガスカルを狙っていきたいというふうに思います。でちなみになんですが、まあ、艦隊としては、まあ、このドーバー海峡に、何個か艦隊を止めおいて、もうマダガスカルを取って、イギリス軍を降伏させるという流れを考えましょう。では、今回はここまでにさせていただきたいと思います。はい。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で、動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方、ぜひツイッターの方もフォローしていただければ、嬉しいな、というふうに思います。